はい、どうも、フリーコンバットです。ネルさん、よろしくお願いします。多数の未確認飛行機物体が接近中。はい、アルファチームです。ネルさんがファントム20周年 HPAA、ファントムで2298で、機体コスト。手前で昨日ハード全部飛んだよ。一周一周、その間に非常が3つ。俺もボコボコされたよ、レベル1で。よっしゃ。あ、よく見たらあれ日の丸変態だ。俺たちは来てもいいけど、ぶち落とすぞ。リロードが遅い、リロードが遅い。近いよこいつら、近い。あれ、近くにいるのにどこだ、どこにいるんだ、どこにいるんだ。ちょっと今タイミング早かったかな。どうだ、ね、この辺からブレーキ、フルブレーキ、フルブレーキ、あんまり残ってない。さて、アキラさん何してんの？俺もうアキラさんに勝つことしか考えてないから。これ当たんないな。巻き込まれる、巻き込まれる、巻き込まれる、巻き込まれる。うわ、順位変わんねえや。よし、あれ無理。そう、割り込まれた、割り込まれた。まずい、見えてない、見えてない、敵が見えてない。もっとリロードロックオン早くしてくれ。あそこが手つかった。行き過ぎんな、行き過ぎんな。ロック、よいしょ。にゃっ、向こうは赤竹があるのか。終わりか。
よっしゃどうのどうなのアキラさんどうなのどうなのどうなのアキラさんえマジかイエーイオナーではないね、うん、二次さんだよね二次さんじゃないかニューさんやっぱりはいみんな6万台1人なんかおかしいなマジで見えないよ正面から見てないからね工房は筆を選ばずとかって言うよ。選ぶ。選ぶ。だからね、正面の銀さんのところはこれを見てやったから、ね。ああ。え、ちょっと待って。あ、じゃあありがとう。もう燃料使っちゃったの？うん。でも発言が出るまで。あれ、なんかおかしい。なんかおかしい。ああ。あ、大丈夫大丈夫。なんかちょっと回線状態悪いみたいね。もたついてる。あ、戻ってきた。